もいました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さあ花に立ったのは7番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはローテンジョーダン。シンボリルドルフ、ペースが速い。冷静さを取り戻せるといいのですが。7番快調に飛ばしていきます。先頭は7番三振で飛ばしていきます。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。7番早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はライスタワー。内の方からローテンジョーダン。外から行く14番。すぐに続いて岩早秀。さらにはシンボリルドルフ。その後ろ6番。大きく離れて12番。そしてその外から行ったのはマンハッタンカフェ。1番内から行く。少し離れて10番。内から3番。少し離れて15番。内から5番。後方2番手に11番。内から行く。レアシャカール、意気揚々と先頭行きます。7番。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですか。向こう正面に入って先頭から新型までおよそ9マシン。まだ平成し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。順位を繰り返していきます。現在1番手は7番。続きました岩早秀です。ライスタワー、通称少し離れて14番。内から行くローテンジョーダン。その後ろ6番。残り 1000m を通過。少し離れてシンボリルドルフ。そしてその内を回って12番。マンハッタンカフェ並んできた。さらに内1番。さらに10番。大手焼きを越え4コーナーへ。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。シンボリルドルフ前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはライスシャワー。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。我の前に道はなし。なればこそ竜王邁進。道は自ら切り開く。ビワ速いで先頭はビワ速いで、これは強い。400を切りました。食い下がるシンボリルドルフ。追い上げてくるのはまだ2馬身後ろ。ビワ速いでリードは1馬身。残り200。足色は衰えないシンボリルドルフ。追いすがる差を詰めたシンボリルドルフ。ビワ速いで1着でゴールイン。実力をいかんなく発揮しレースを制した。主力を尽くした消耗戦、勝ったのはビワ速いで。2着シンボリルドルフ、3着マンハッタンカフェ。次こそは頂点を取ってみせる。注目の2番人気16番シンボリルドルフ。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。実力は引けを取りません。2番人気は16番シンボリルドルフ。注目の2番人気16番シンボリルドルフ。また一つ歴史を刻もう。あいにくの雨が芝を濡らす東京レース場。馬場状態の発表は重となってしまいました。ここまで重たい馬場だと得意不得意が出てきちゃいますね。このレース最も人気を集めているのは、今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。6番のビワ早秀、この2人が競り合っていると。6番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは6番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はビワ早秀。外から外からローテンジョーダン。そしてその内から行ったのはライスシャワー。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は6番三振で飛ばしていきます。
2番手の位置で先頭を伺うのは当選冗談。さらには岩早秀4番手に3番すぐに続いてライフシャワー外から外から14番さらに内から9番10番並びかけてきた少し離れてマンハッタンカフェそれを見るように11番少し離れて8番さらに外からシンボリルドルフ少し後ろから2番それを見るようにエアシャカール後方2番手に13番4番最後方からという体勢であります。6番先頭進みますがこれは正解でしょうか。6番彼女の客室には合っていません。向こう正面に入って先頭からシンボリルでおよそ9馬身順位を振り返っていきます。依然として6番続いて同点上段岩早秀ここにいます。4番手には14番5番手に3番1馬身離れてライフタワー1馬身が10番外目をついて2番そしてそのうち9番少し離れてマンハッタンカフェそれを見るようにシンボリルドルフ残り数メートルを通過その後ろ8番それを見るように11番内から内から出足がある13番続いている4番最後方からのレースになりました。大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるとここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのは岩秀樹です。シンボリルドルフ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー先陣を切ったのは当選場だ岩秀樹へ並んできた。とどろく天下無双の稲垣栄光まで4匹岩秀樹で抜け出した上がってきたシンボリルドルフ岩秀樹で負けられない負けられないと残り200足色は衰えない岩秀樹でリードは2打身強い先頭は岩秀樹で変わらないやりました岩秀樹で見事な走りで勝利を手中に収めました。岩秀樹で見事に完勝アルゼンチン共和国杯を制しました。2着はマンハッタンカフェ3着は当選まだまだ上を目指さなくては。注目の2番人気10番シンボリルドル見たかこれが皇帝の走りだ。少しばかり疲れが溜まっているようだ。一つ分かった。準備は。4番人気7番シンボリルドルフライバルたちは強力ですが好走を期待したいですね。人気牛ですが変わり身があるなと感じる出来ですね。私一押しの馬娘です。また一つ歴史を刻もう。抜けるような青空の下阪神レース場芝1400阪神カップ18人の馬娘たちが挑みます。
このレース最も人気を集めているのはミホノブルボン1番人気です。実力は負けていません。2番人気シーキングザパール、注目の天皇賞馬娘シンボリルドルフ、4枠7番での出走。ゲートに入ってどの子からもいい雰囲気が感じられますよ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはミホノブルボン、待機シャトル6番ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番外目をついて10番一馬審査待機シャトル、6番続いている外目をついて17番、それを見るように4番差がなくシンボリルドルフ、少し離れて3番外を通りまして18番、少し離れてリコーペガサス、外目をついてシーキングザパール、少し離れてナリタブライアン、それを見るように15番、少し後ろから5番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。シンボリルドルフ前を狙っていると、さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー先陣を切ったのはミホノブルボン、飛び込んできた第1シャトル、抜け出したのはミホノブルボン、だが後続も追いつかれ200を追加、並びかけてたのは第1シャトル、ミホノブルボン苦しいけど粘っている第1シャトル、ここで抜け出した第1シャトル、助けてゴール、第1シャトル阪神カップを制しました。2着はミホノブルボン、3着はビコーペガサス。この結果今しめたしよう。少しは志に近づけただろうか。でっけえ声出しやがって。合唱コンクールの練習か、それとも詩吟で目覚めたか。違いますわ、先日受けたインタビュー記事の確認です。ですがこれは悠々しき事態です。大乱闘夏色ボタンチェック。休日の過ごし方ですか。友人たちとお茶会をすることが多いですわ。さすが優雅でいらっしゃいますね。ちなみにお好きな紅茶などはありますか。そうですわね、ミルクティーに合う紅茶など、最近はハロースのバニラブレンドが気に入っておりますの。
豊かな甘い香りと、それに負けないしっかりした渋みが焼き菓子にも生菓子にもよくあって、とても美味ですのよ。聞いているだけで美味しそうですね。とても、特にいちご翔太との相性は抜群ですわ。まさに最高のマリアージュで。私はそれほど頻繁にはいただきませんが、お茶会でお出しする品は吟味しておりますので。さらにメジロマックイーンさんは吹き矢のシュークリームもお気に入りで、一度に7つ食べたことが。音読なさらないでくださいませ。ああ、これ先月一緒に食べ放題いただけたやつじゃねえか。めちゃくちゃうまかったよな。とてもって、そうではなくてですね、これでは私がスイーツ大好きみたいじゃありませんの。大好きじゃねえか。ですが、そのまま書かれてしまいますと、とにかくこれは NG ですわ。スイーツのくだりはカットしていただきませんと。ではここからここまでカット、ハチミのお話もカットで、となると少し尺が足りなさそうですね。代わりにライアンさんとのお話を加筆してもいいですか。ファンの方も喜びそうな話題ですので。それでしたら私としても問題ありません。ですがいいのですか、大幅な修正になってしまうのでは。いえいえ、それが我々の仕事ですから、お気になさらず。必ずやご納得いただける最高の記事を仕上げてみせますので。まあ恐れ入ります。私の勝手でそのお手数をおかけいたしますわ。本当に大丈夫だったのでしょうか。スイーツのお話は確かに私の口から出たものなのに。いえ、それでもダメなものはダメですわ。あのまま世に出ては困ります。ですが、わがままでしたわよね。今後は目白家の馬娘としてもっと慎まなければ。あったあった、スプラッシュレクリエーションのお知らせ、ここに貼り出されてたんだ。って、あれ、こんにちは、マクイーンさんもお知らせを見に来たんですか。いいえ、私は通りかかっただけですのよ。スプラッシュレクですか。千代の王さんはご参加を。迷い中です。このサマーウォーク企画毎年大人気で、リピーターも多いそうですよ。なんでも予選大会はプールで水中運動会をやって、決勝戦はどこか遠出して水鉄砲バトルをするらしいです。何、今年の決勝戦会場は太平洋の孤島、牧見島。まあ穴場と名高いリゾート地ではありませんの。静かで美しい島だと聞きましたわ。うわー、いいですね。予選で敗退しても決勝戦の観戦に行けるそうですから、島の観光も目いっぱい楽しめそうです。これは要チェックです。なんだかワクワクしてきました。まさに行く前こそバカンス、帰るまでが遠足ですね。なるほど、素敵なサマーウォークを過ごせるといいですわね。さあ、あんたのターン。来いよ、ここで伏せが決まればあんたの逆転勝利だぜ。正気か、このまま待てしていればおめえの勝ちだってのに。面白え、受けて立つ。後悔しても知らねえからな。あの声は、オラオラオラ、トープイッチ。さらにスキル脱走発動、スピード引きちぎってやるよ。何、ここ
ここで脱走だと。しかもそいつは奇想本能持ち。くそ、打つ手がね。乾杯だ。まったく相変わらず騒がしいですわね。お、なんだよ、見てたんなら声かけろよな。今日の犬ゲームは歴史に残る名勝負だったぜ。へっへっへ、ギリギリ好きがあだになったな中山。約束通りおめえにもスプラッシュレクに出てもらうぜ。仕方ね、みんなで仲良く水遊びなんてまるで興味はねえが、賭けは賭けだ。参加してやるよ。あら、そんな条件で賭けを。スプラッシュレク、あなたもご参加なさるのですね。おや、海と言ったら船、船と言ったら私じゃねえか。あ、マックちゃんの参加届ももう出してあるからな。はい。今なんと、よっしゃ、今年は強敵ぞろいになりそうだな。ちょっと畳屋で修行してくれ。イグサソムリエになってやるぜ。私の参加届を勝手に。ちょっとお待ちなさい。私まで参加する羽目になるなん